今回は新しい作品はもちろんなんですけど、結構教科書的にみんなが知ってる横山大観であったりとか、さまざまな学びがずっとこう通路上に、しかもそれも面白い組み立ての中であるんですね。なので1週2週3週回ってどんどんその日本画ってものに対する理解が深まっていきますし、改めてその見終わった後に、じゃあ自分はどこに属しているんだろうとか、そういったことを考える機会にもなると思いますね。日本画っていう言葉自体が僕にとってはそこまで新しい印象がまあなかったんですけど、真ってついているので日本画を捉え直すじゃないですけど、新しい見え方ができる展覧会になるんじゃないかなっていうふうには思ってましたね。